はい、こんにちがさきー、霊夢です。マリサです。今回は新生代についてだよね。正直、大変よ。どうしたの？今までの時代と違って新生代の生き物は化石もよく見つかっていて、ピンポイントでこの時代はこういう生き物がいましたって説明できないんだ。確かにそれは難しいね。で、どうするの？そこで考えたんだけど、新生代は大きく3つの期に分けられるんだけど、まずその時代をざっくり全部説明してから生き物の話をしようと思うんだ。で、生き物も数が多いから人類と関わりの深いものを中心に紹介しようと思うんだ。どうして？やっぱり最後は人類の話になるから。例えば犬類や猫類とかマンモスとかそっちの方を中心に話そうかなと思ってるんだけどいいかな？あたぼうよ。じゃあ早速、新生代は恐竜が絶滅した世界で、生き残った哺乳類が空いた生息域、陸だけじゃなく、空や海を埋めるように大繁栄していく時代なんだ。さっきも言ったけど新生代は古代3期、新代3期、第4期に分けることができるんだ。第1と第2はどこ行ったの？気になるよね。第1期も第2期もかつては存在してたんだけど、なくなったんだよ。どうして？あんまり面白い話じゃないのと、尺の都合で今回はしません。え？気を取り直して、新生代最初の古代3期は約6500万年前から2300万年前まで約4300万年間続く時代なんだよ。白亜紀の隕石の衝突後地球はどうなったの？古代3期が始まった時は、隕石の衝撃によって舞い上がった塵のせいで、太陽の光も届かず寒冷な気候だったんだよ。でも、その塵が地表に降ると光が届くようになって、地球は再び温暖な気候になり、世界中に亜熱帯森林が構成され、多くの哺乳類の祖先が生まれたんだ。ちなみにこの時代にようやく大陸の位置は現在のものとほとんど同じになったんだよ。ほへえ。新代3期は約2300万年前から258万年前まで続き、温暖な気候が一点寒冷化が進み、森林の縮小と草原が拡大した時代なんだ。どうして寒冷化したの？温室効果ガスの二酸化炭素が低下して寒冷化した。これぐらい覚えといてくれればいいよ。なるほどねー。最後の第4期は約258万年前から現在まで続く時代で、やっと現代まで来たね。第4期は氷河時代と比較的温暖な環境期を繰り返す時代で、ここ1万年くらいは温暖で安定した気候と言えるね。日本史とか世界史でやったよ。そう、第4期は我々人類が本格的に活動していくそんな時代なんだ。じゃあつまり新生代は、まず暑くなって、冷え込んで、落ち着いてっていう感じでいいのかな？そうだね。それでいいよ。じゃあこれから新生代の生物の話をするけど、この新生代の時代感を忘れないで聞いてね。よろ。新生代は始まってすぐに哺乳類が天下を取ったの？実は新生代の初め古代3期の頃は、白亜紀の大量絶滅を生き延びた恐竜から鳥類が生まれ、空だけじゃなくて、陸でもその支配を広げてたんだ。その代表が飛べない鳥鏡鳥類のガストルニスなんだ。見た目はかなり恐竜っぽいね。でも意外と、植物食なんじゃないかと言われてるんだ。え？ガストルニスは身長2メートル。特徴的な大きなくちばしと頑丈な足を持つため、かつては肉食性で、古代3期最強の生き物だと考えられたんだけど、足のかぎ爪もくちばしも鋭くなく、ガストルニスが植物食の可能性があることが1990年代頃から示唆されていたんだ。さらに、最近の研究でガストルニスの顎の筋肉を復元したところ原生の植物食の鳥類に似ていることから、ガストルニスは植物食であることが有力視されるようになったんだ。意外とおとなしい草食動物だったんだね。じゃあ次に海と空に進出した哺乳類について見ていこう。よろしく。今、海で生活してる哺乳類ってなんか思い浮かぶ？クジラとかアザラシとか？そうだね。古代3期には最古のクジラ類が見つかってるんだ。ほい。その名もパティケプス。え？パティケプスはパキスタンから見つかってるんだけど、
パキスタンとバングラデシュ、インドはもともとイギリス領インド帝国だったんだけど、イギリスが統治するときにインド国民が一枚岩になって反乱を起こすのを防ぐために、国内でイスラム教徒とヒンドゥー教徒を煽ってわざと対立するように仕向けたんだよ。そのためイギリスから独立する際に、ヒンドゥー教が多いインドからイスラム教徒が多いパキスタンとバングラデシュがインドと喧嘩別れをする形で独立したんだ。さらにイスラム教徒、ヒンドゥー教徒、仏教徒が混在するカシミール地方ではインド、パキスタン、中国が領土をめぐって今もなお対立が続いてるんだ。なるほど。インドとパキスタンが仲が悪い理由がわかったよ。元はイギリスがけしかけたことなんだね。国際紛争って一朝一夕で解決できるものじゃないんだね。そんなことよりパキケプスって本当にクジラなの？なんか間違ってるんじゃない？いやいや、これが現世のクジラになるんだよ。パキケプスは一見、犬や狼みたいな見た目をしてるけど、半水半陸性の全長1メートルほどの昔クジラ類だったと考えられてるんだ。ほう。まだ信じられてないみたいだけど、パキケプスは目の位置が異様に高く、これは顔を水中に沈めても周囲を見れるようにするためだと考えられてるんだよ。なるほど。さらに耳の構造が原生のクジラ類のようになっていて、水中に適応するための体の作りをしていたことがわかったんだ。確かにそう聞くと、パキケプスがクジラに進化するっていうのも納得だね。さらにクジラ類はパキケプスの出現以降、アンブロケプス、クッチケプス、ドルドンと進化を続け見た目も体も原生のクジラに近づき、生態系の中で頂点に位置するクジラ類も現れたんだ。それもたった1000万年で、白亜紀の大量絶滅を生き残った哺乳類たちはものすごい速度で海洋進出を果たしたんだね。次は空に進出した哺乳類だ。ムササビとかモモンガとかコウモリとかそういうこと？まさしく、ムササビとモモンガは厳密には飛んでるんじゃなくて、飛膜を使って滑空してるんだけどね。でも、コウモリは自力で飛翔することができる唯一の哺乳類なんだ。今回はそんな古代産期のコウモリについて紹介するよ。シクヨロ。イカロニクテリスは最古のコウモリとして知られてるんだ。イカロニクテリスってギリシャ神話のイカロスが由来？そう、クレタ島のミノス王の迷宮を作ったダイダロスは、テセウスがミノタウロスを倒しアリアドネを救出したことをきっかけに、息子のイカロスと共にこの迷宮ラビリンスに閉じ込められるんだよ。かわいそうだね。そこでダイダロスは牢で鳥の羽を固めてイカロスに翼を作って空から、この迷宮から脱出を試みたんだけど、調子に乗ったイカロスは太陽に向かって飛んでいった結果、翼の牢が溶けて墜落死してしまったんだ。この神話は人間の傲慢さを批判するものとして有名なんだ。何事も謙虚にってことだね。そんな悲しいお話とは別に、イカロニクテリスはコウモリの進化を教えてくれるとても貴重な化石なんだ。神話の中の人の名前をもらってるんだから、確かに重要な化石ってことがわかるよ。ケツァルコアトルスの話をした時にも言ったけど、飛翔動物は飛べるように骨を空洞にしていて、脆くて化石に残りにくいんだよ。でもこの化石はくっきり残ってるね。見た目も今のコウモリにそっくりだしね。現世のコウモリは超音波を用いるエコーロケーションを行うことはよく知られてるけど、イカロニクテリスも耳の構造はすでにエコーロケーションに対応していたと考えられてるんだ。でも、胸骨が発達していないことと皮膜が尾まで届いていないことから、現世のコウモリよりは飛翔能力は低かったと見られてるんだよ。もう一つの最古のコウモリ、オニコニクテリスは耳の構造がエコーロケーションに適応していなくて、コウモリはまず体が飛ぶことに適応した後に耳が進化したと考えられてるんだよ。こうやって一つ一つの化石を調べることで、いつどこでどういう風に進化したかがわかるんだね。古生物の研究って面白いね。そうでしょ。次回は犬類や猫類とかマンモスとか、霊長類の進化について紹介するよ。それじゃ今回はこれで、バイチャ。